それでは初手からの解説をお願いいたします。はい、はい、はい、まあね、振り返ると第1局が、ね、はい、話題になりましたけど、自将棋でね、自将棋の、はい、その時は、藤井棋王のね、先手で始まった将棋が自将棋になりまして、はい、珍しく引き分けということでね、はい、今度は伊藤七段の先手番ということで、そう、まあなんか本当はね、はい、第1局の差し直しみたいな感じなんだけど、はい、第2局ということでね、自将棋は自将棋として1局数えるので、はい、うん、はい、改めてね、0勝0敗からの、はい、スタートですね、第2局のスタートということで、今回は、はい、伊藤七段の先手で始まりました。はい、はい、2六歩とはい、2六ですね、はい、で、藤井が8四歩と、はい、はい、2五歩ね、はい、8五歩、はい、でそこで、7八金みたいな手ではなく、はい、はい、7六歩でした、ね、はい、角換わりを目指しましたね。はい、3二金、はい、で3二金、もう2人とも得意す、うん、まあ、そうですね、角換わりはやっぱり、はい、ね、研究好きな人にとっては、はい、すごく好まれるね、うん、研究をね、割と深くいくら深くしても、はい、全くその無駄にならないというか、研究すればするほど、はい、まあ、それ生きやすいということでね、うん、角換わりは研究家が、まあ、好んで指す、はい、戦型ですね。はい、3四歩、はい、で、どっちに銀上がりました？8八ですね、はい、8八ですね。で、はい、7角成、はい、で同銀ですね、はい、で、はい、2二銀、はい、そしてここからは、はい、7八金と、はい、7八金、あ、シンプルにね、まして、はい、7八金上がりまして、3三銀、はい、3三銀ですね、はい、全くの同型ですね、はい、はい、3八銀、はい、3八銀、はい、で6二銀、はい、6二銀ね、ちょっと銀の上がる位置が違いますね、はい、そして4六歩、あ、4六、あ、シンプルですね。今回なんかいろいろこうね、角換わりといっても指す人によってちょっとずつ手順が違ってね、はい、ようなタイミングで端歩ついたりとか、7八金をね遅らせてこう右の桂も早く使ったりとか、はい、いろいろな出だしがあるんですが、非常にこう基本に忠実な組み方ですね。はい、7四歩と、はい、7四歩とつきました、はい、きまして、で4七銀でしょうか。4七銀と、はい、非常にやっぱりこうこの2人のカードだと序盤が早く進むイメージは、時々その、まあ、将棋の方で、はい、研究してるね、範囲ですと、研究というか、まあ、研究しておいて、はい、そのやりたい局面がある場合は、はい、早く指しますよね、はいはい、でお互い息が合ってるというか、その課題局面がね、いくつかあるでしょうから、はい、まあ、とにかく今日はどの課題局面なのかなっていうのを早く知りたいっていうのがあるんで、うん、はい、はい、お互い早く指しますよね。1四歩と、はい、1四歩、はい、まして1六歩、はい、1六歩、そして9四歩かな、はい、6四歩ね、ですね、はい、はい、で3六歩とつきまして、で、はい、7三桂と跳ねました、はい、おお、先にね銀が動くより先に桂を跳ねましてね、はい、まあ、隙あればね6五桂と跳ねてくるかもしれませんっていう手ですね、うん、6八玉、はい、6八玉と、はい、上がってきて6三銀、はい、6三銀、まあ、腰掛け銀に進みそうな感じですね、はい、9六歩と、はい、9六とついて、はい、端の関係も非常に難しい、いやいや、そう、端はね、まあ、難しいんですけど、だいたいその極めれば極めるほど端の交換ってだいたい月々になりますね、月々に、はい、最初の頃はなんかなんとなく後手の方が、はい、その研究についていくのが自信がないと、うん、端をね受けない方がね、はい、研究をずらすことができるので、うん、どっちかね手抜いたりするんですけど、はい、だんだん研究が深まってきて自信がね、あると、まあ端はもう全然受けて堂々と受けて立つっていう感じになりますね、はい、3七桂と跳ねました、はい、で4二玉と、はい、まあ、ここで結局同桂に追いつきましたね、はい、4八金と、はい、4八金りまして、はい、8一飛車と、お、8一飛車ね、はい、でもまあ次2九飛でしょう、うん、きっと、はい、2九飛5六銀でした5六銀、はい、はい、まあここら辺は、はい、この形もすごくこういろいろあるところですね、はい、いろいろあるところですね、で後手が6二金ではなくて7二金なんですね、6二金も、まあ、6二金もよく指されてますね、はい、7二金、はい、7二金やりまして、で2九飛車と、はい、2九飛車、はい、はい、ね、で、はい、はい、5四銀と上がりましたか、して、はい、はい、7九玉と、7九玉ね、はい、はい、
で、ここでか位を張ったんですね。はい、6五歩と位を張る、6五歩ね、はい、まあ、これが一つの、はい、まあ、7二金型で6五歩と位を張るのが今回のその、はい、藤井棋王のね、うん、まあ、ちょっと、まあ、主にやっぱり結局、まあ、大きなテーマとしてあるのは、はい、先手が理論上どこまでその有利さをね、うん、はい、発揮できるのかっていうね、うん、究極はその、まあ、突き詰めていって先手将棋の、まあ将棋はやっぱり先手番がね有利になるのが、まあ、自然な考え方だから、はい、その自然手のね有利さを、うん、まあ、なるべくこう具体化させたいっていうのが角換わりの大きなテーマとしてあるわけですよ、はい、だから、先手の方は割とだから、うん、まあ、割とねなんか、堂々と構えるわけですよ、はい、普通に進んだら先手よしですよみたいな雰囲気で、うん、進めていくから、はい、まあ、毎回ね後手の方がちょっとずつなんか変化をつけていくのが、うん、まあ、普通なんですね。だからこの結局その先にね注文をつけたのは後手の藤井棋王の方で、はい、こう後手番ながら位を張ると、位を張って、これによって、うん、その後手でも十分戦えるんじゃないですかっていうのを提案していくわけですね、はいはい、でそれに対してじゃあ先手はそのどうやってね、はい、この6五歩が生きないようにね、うん、持っていけるかっていうのがテーマですね、はいはい、2四歩とここで、はい、そしてねその答えがまあいきなりね相当研究してないと突然ここで2四歩なんてさせないですけど、そうですね、2四歩自体が4分と、まあ、まあそうですね、この局面になったら2四歩と指そうと、はいはい、もう研究は一応してきましたよっていうことですね、はい、同銀とそうですね、まあ、同歩と取ったらどうなるかはこれは専門家しか分かりませんので、はいはい、私はスルーしますこれね、はい、同銀と取らせて、そこでね4五銀とこれは3円の歩にも当たっているので、うん、こう銀がね、ぶつけられて交換を拒否する手に対しては3円銀と取れるから、はい、2四歩入れないで4五銀とぶつけると多分銀交換にはなりにくいということなんですよね、はい、これだったら3円の歩に当たってるから、うん、絶対銀交換になるだろうというねそういう仕掛けですね。同銀、はい、同銀取りまし て、はい、もう勢いよくね、はい、桂馬を跳ねていって、はい、まあ、次にね、はい、6三銀と打つ手が厳しい、はい、まあ、定番の手ですけどね、うん、6三銀と打つ手が厳しいから、はい、これを、はい、受けてくださいと、6三銀と、はい、ですね。で9七角と、うん、まあまあ初めて見た方はね9七どこですかみたいな、9七角ちょっとびっくりしますよね、そこに打つんですかっていう手ですけど、はい、まあこれもね、まあ、角換わりでよく出てきますね、うん、こういう 6五にねこう隙間ですかね、6四こう隙間があるときにちょっとこのこう歩で止まんない場所なんで、はい、こう真ん中を狙う意味でねたまに出てくる手ですね。6二角と、はい、角には角で受けて、はい、まあ、これでね攻めが止まるとあっという間にこう悪くなるんですけど、うん、まあ、当然そのちゃんと攻めがね続くように、まあ、なってるんですよね。これはでもちょっと珍しい手ですね。こうなんかちょっと珍しい手ですよね、非常にね、まあ、でも崩していくという角を転換しようっていう意味ですね、はい、銀打ってばまあ取りますからね、同銀同角でこういうライン、はい、そう同銀で同角でね、はい、こう端っこに打った窮屈な角をちょっと真ん中の方に転換しようっていうね、はい、手筋ですね。4四歩と突きました、はい、これだからもしね6三銀と打ってくれればこの5五角と引いた時にちょうどこう、はい、角道をね遮る手が、うん、持ち駒がちょうど打っちゃってるんでね銀打てないんで、はい、5五に角を引く手が狙いなのでそれを、まあ、避けてね、はいはい、4四歩と桂馬を取りに行きましたと。7五歩と突きました、はい、で、まあ、これでね6三銀とこの7五歩をね、うん、取らないで6三銀と打つ変化は、はい、解説中も考えてたんだけど、はい、私には分からなかったです。7五、難しすぎて、うん、このこう刺された時の、はい、まあ、多分まあ5五に角を引くんでしょうけどね、こう、はい、まあ、もしこう手渡された時にここからどう攻めるのかなみたいな、ね、手を作っていくのも大変そうにも、そうなんですけど、まあまあまあこれもね、2四歩を同歩と取った変化みたいな感じで、はいはい、これは専門家に、はい、聞いてくださいみたいなね、はい、後日多分そういう、ね、研究をこう、ね、明らかにするケースもあるでしょうから、
はい、詳しくはそっちを見てくださいって感じですね。でこれ7五同歩ならね一応こう、あここに歩打つんだろうなっていうね、はい、あ見てて一応理解はできますね。角換わり難しすぎてね、難しいですね、はい、あの分かんない部分も多いんですけどね、はい、同角同桂成、はい、はい、同玉ですね、はい、まあこれ後手玉は、ね、一方的にこう危険になるっていうケースも角換わりで多いですね、はい、はい、それをまあ7四歩としました。はい、はい、何を打ちまして、まあ、次の手もね受けの手なんだけど、はい、で何を受けたのかって一瞬分かんない手なんだけど、うん、はい、あのそうやって進むと意味分かります。5四歩と、はい、5四歩とね、そこをなんで受けるのかなと思うじゃないですか。そうですね、はい、これね数手後に、はい、意味分かります。はい、あと、はい、7三歩成取りまして、同金と同金ですね、しまして、はい、でねすごい手が出ますね。まあでもまあまあまあよくある手筋ではあるんですけどね、はい、はい、8二金と捨てまして、はい、まあ、これ取るしかありません。同飛車、はい、で、はい、何四角ね、はい、まあ準王手飛車と言いますかね、はい、ただで取れるわけじゃないけど、まあ一応飛車は絶対取れると、はい、でただし6二飛車と逃げるのは手筋ですね、はい、でこの時にですね、この時この歩がいなければ、5四に桂打つ手がねめちゃくちゃ厳しくて、うん、もう先手の勝ちぐらいのケースなんですね。でこの桂を打たせないために、はい、ちょっと前に歩を打っといたというね、そういうことで、ね、ここまで進めばこの歩ってそういう意味かってね、はい、はい、分かると思います。さあそして同角成と取りまして、同玉で、まあとりあえずね先手は駒損しているので、はいはい、この飛車打ちで、まあ、何か取れるので駒損回復できるというのが伊藤七段の、まあ、予定というかね、はいはい、この辺までが研究だと思いますね。ここで藤井京大長考ですかね、はい、どれくらい考えましたっけね。1時間約30分ですね、うん、であの昼食休憩も挟んでますから、挟んでです、はい、まあ、2時間近くね、はいはい、考えたと思いますね。8六と、はい、攻め合いの方針で、攻め合いというかまあなんだ、まあ、でも攻めつつ受けつつっていうね、うん、複雑な一番複雑な手を指した感じですね、はい、でまあこれ非常にね難しいですけど、まあでもあんまり取ると効かされな感じがするのでね、はい、9一飛成というのは一番自然な手だと思います。そうですね、この手も1時間の、はい、まあそうですね、8六歩はそんなに事前の研究ではちょっと考えにくい手だから、はい、はい、まあ当然ね先手も考えることになりましたね。8七歩成と言いました、はい、で同金でここでね、はい、次に攻防手なんですけど、はい、はい、これをね打っておかないとね後手陣危ないので、はい、ただこれを打っておくとね結構大丈夫、すぐには崩れないっていうね、はい、これ まさにこの一手ですね、はい、はい、5五に角を打つと、はい、この角が非常によくね守りに効いてるので、うん、すぐに、後手陣が崩れないんですね、うん、さあここでね難しいですけどね、まあ本当はいつでもね桂とか補充できるんだけど、はい、桂を取ると3一銀と閉じ込められちゃうのが、うん、そうですね、気になるところですね、ちょっと不安なところですよね、はい、でまあというわけで、はい、一回ね、はい、王手しました。9二竜と、はい、9二竜ね、いきまして、でここで、はい、まあ、8二歩とね歩を犠牲にして受けるか、はい、本譜の銀打ちですね、いろいろ8二歩の筋も、はい、8二歩もね、はい、相当、はい、あの大駒近づけて受けようでね、うん、一回ねそこに呼んでおきたいんだけど、はい、打ったらまあちょっと同竜とは取らないかもしれない。同竜ですとやはり同竜でね、あの銀を受け7二銀と受けられた時に、はい、ちょっと損なんですよね、あの竜が近すぎて、あの8五桂の攻め手がこう金寄る手が竜に当たっちゃうんでね、あ当たってしまう、ね、はい、ちょっと攻めにすごい攻めにくくなるから、うん、8二歩だったら多分あの同竜とはね取らないと思うんですけど、はい、うん、で多分まあまあ、違う手を指すんでしょうけどね、まあ、歩手がまあ第一感だから歩かなと思うんだけど、はい、まあ、藤井今日はね違う手は、あのそんな、まあ、普通よりもいい手があれば、はい、積極的ですね。7二銀と、はい、7二銀の方が竜に対してプレッシャーをかけてるんですよ、はい、あのここに8一に効いてるから、うん、8二歩だとまだ竜の気が生き生きとしてるんだけど、はい、ここに銀打たれちゃうとちょっとね竜があれ竜を狙ってるのかなみたいなね、うん、まあ、一応プレッシャーをかけた一手ですね。その代わり、はい、あの8五桂というね強力な手が来るから、はい、あの非常に難しいところなんですけどね、この、まあ、藤井この辺り慣れまれてましたね、うん、あの今日はね、はい、こう竜にプレッシャーかけていく方向で、はい、あの局面を進めていきます。
角と、はい、そうそう、これ、まあ、金はね逃げてらんないんで金取られちゃうんだけど、うん、この角がね、まあ、結局7三桂成と取って、はい、はい、同角の時にいやよく効いてるんですよね、うん、それで理由がねちょっと息苦しいということなんですね、はい、ここで5三金の筋とかも、そうですね、感想戦で、はい、5三金、うん、を打ったらどうかというのね、うん、うん、まあ確かにね本譜思えばあんまりこれもねそんなに嬉しい手じゃないんですよ。あ、そうなんですね、うん、あの金ってやっぱり持っていたいからね、うん、ただちょっと竜の働きを考えたら、はい、一回ねこう金を捨てて、まあ、こう竜をね近づけて、まあ、金を打たれるけど、うん、でこうやってね竜の位置をねあの7一にしといた方が、はい、あの本譜の竜の息苦しさに比べたら、うん、だいぶ違う。で6六歩とかにも6九飛車とね、はい、受けといて、はい、確かにこの方がね全然、うん、あの全然雰囲気違いますね。本譜はなんかすごい竜が息苦しかったから、はいはい、いやもしかしてこの辺りが形勢にね揺れ動く原因だったかもしれない。5三金の方が良かったような気がしますね、確かにね。でもそれもねもちろん対局者も100万表紙でね、はい、5三金よりも、はい、そう金4竜を選択したんですが、ちょっとそこら辺はなんか誤算があったかもしれませんね、うん、そうここでまあここでねあのうんとすぐに、まあ、8三銀打ちとか、はい、その飛車角交換をする手を中心に出たかもしれないですね、はいはい、次のちょっと渋い手なんで次の手がね、うん、はい、あのじっと歩受けられてみるとね流れ的にはもう竜を取りに来るのかなと思うじゃないですか。じっと歩垂れた時にですね、はい、竜がなんか妙になんか確かになんか狭い、狭いんですよね。割と狭いですね、うん、この図面になるならもちろんさっきのこう竜が中央にいた方がいいのでね明らかにね、はい、うん、ちょっとそのあたりが形勝を損ねる原因だったかもしれません、うん、ただまあねこの7六歩とね打ちました、ええ、角取り、あ、角取りっていうか角をね攻めるために打った方も相当いや攻めとしてはめちゃくちゃ厳しい手なんですけど、はい、うん、次の手が落ち着いた手でしたね。すぐ突きたくなる。そう、それをねいつ突くかっていうありましたけど結局最後まで突かなかったですね。うん、うん、突かなかったですね。そう6三桂と、そう6三桂がね、まあ、これがあの、はい、有利をあのはっきりね、そのこの一手前までは結構なんか難しいっていうか先手にも、ね、取れれば先手にも、うん、あの楽しみのね十分ある変化がいろいろあったんですけど、これを打たれてからはですねあのどうもその先手になんか、面白そうだなって変化が一つも多分出てきてないので、うん、この手が有利を決定づける、はい、いい手だったと思いますね、うん、そこからは、はい、これねちょっとね困ったんですよ。これでやっぱ角をいじめるしか攻め手がないので、でも、はい、まあ、7五歩は同桂で逆にまずいから、はい、一回こうねこう7五歩取るために一回こう入れなきゃいけないので、うん、この一手がちょっと陣形が薄くなる上にあのそんなに効果のない手なので、うん、この手ではさすがに先手が、うん、はい、自信がないという感じですね、はいはい、そして、はい、ここでもね6六歩と突きたいところをぐっと押さえて、そうそう、突きたいですけどね、これにやっぱり空間ができちゃうんで、うん、むしろこれいた方がいいんですね、はいはい、これが、はい、非常に8三角がねより慎重な手ですね。同竜と取りました。はい、で同銀ですね、はい、でこの時にねあのここに桂がいるのがねすごい効いてて、はいはい、4四角のような手がね、うん、あのこう金引かれた時にこう6三に金が打てない、はい、打てればもう勝ちですけどね、うん、この時に、ね、落三桂よく効いてるんですよね、はい、うん、なので、はい、ちょっとね角金今日あるけどあのじっと、うん、すぐ行けないってことでね。ただこれもねちょっとあの次にって言ってたからね、うん、次に七連桂だけど次のその七連桂は回ってこないから、はい、ちょっと攻めが行って明らかに遅れてますね、はい、で強者打ちを避けて五五角と出てきました。はいはい、いやこれもねきつくてね、あのね、いや歩突きたいんだけど突くと王手で逃げられちゃうんで、うん、あまり突く手が効かないんですね。かわされてしまったのがちょっと痛いところです、ね。まあでももうでもちょっとしょうがないんですね。はい、はい、で、はい、まあ角はねあの切ってもらって勝負という強者打ちなんですが、はい、ここで7六歩と、はい、7六ね、それがなかなかいい
ね、まあ、辛い手というかね、うん、まあ、いろいろある中で、そうですね、切る手とかも、うん、まあ、歩を打たずに切る手とかも、切る手とか、まあ、いろいろ、いろいろあるところですけど、うん、5五で取ってもらった方が後でね、こう、はい、この6三桂がね働いてくるんで、うん、よりこう厳しさを求めた手ですね。7六歩と打ちまして、はい、いやこれはまあ一回はしょうがないですね、はい、同銀でこう香車取りに逃げられたら困るんで、うん、同金と、はい、同金と、はい、取りましたね。で8七銀と、はい、そうですね、緩まずいきますね、はい、これで、え、やっぱ飛車を打たれたらもうそれまでなんでね、うん、金を取られちゃうから、でね、ここで、まあっさりちょっと、うん、まあ、ちょっとあれですかね、投げ場を求めたというか、はい、ここで、まあ、まあ金は仕方ないからね、飛車を打たれちゃうとダメなんで、まあ、金を張ればねもう少し、はい、頑張れるとは思いますね、はいはい、うん、すぐにで、すぐそんな詰む、詰む、詰まない、うん、すぐに詰むって感じじゃないとは思うんですけど、まあ、しかし、あの金を持っていればもしかしたらっていう感じだったので、ここに金使ってしまうとね、あの攻めが、こう、まあ、ゆっくり取られて、はい、まあ、こう取って、うん、まあ、なんか どういう手も、まあ、普通に銀取られても、はいはい、まあ、これはまあもうちょっと指して、本編より指しては長くなりますけど、金がないとね、ここ5四香と走った手が、はい、ああ金がないと全然迫力ないなって感じになっちゃうんで、ちょっとねこれはまあ長引くだけで、はい、はい、もう勝ち目はないという感じだと思いますね、はい、で本編はまあちょっと潔くって感じですけど、はい、はい、綺麗に、はい、ね、寄せを、はい、はい、鮮やかでしたね、はいはい、これは、まあ、同銀は角逃げられちゃうし、詰めろですから、はい、まあ、同金取るようじゃありませんね、はい、っていうかそれでどのあたりで取るでしたっけ、8六桂で投了ですね、あ、これで投了ですね、はいはい、でそうですね、これは、はい、あの一手詰めですから、うん、桂成りのね、桂成りので、こう早逃げとかしても、はい、桂成ってから飛車打たれちゃうのね、あ、飛車打ってこれね、これ飛車が取られちゃう、これ取れちゃう、これ取られちゃったらもうこれはあ、もう、うん、もうあのちょっとあれなんでね手としては、はい、まあ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 同金ぐらいですね、うん、はい、そして、はい、まあバサッとね、バサッと切って、はい、いや恥ずかしながらこれね、あの控え室のモニターで見ててもこの同桂のこの次の手がなかなか見えなくてね、はい、ちょっと考え込んじゃいました、あれこれどうやってどうやって決めるんだろうみたいなね、うん、うん、いやでもそこに打てんのか、はい、8九飛車ね、いやそれがあるんですね、綺麗な手ですね、綺麗な手ですね、いやでこれで、あ、なるほどなるほど、飛車を取るのかなと思っちゃったんですよ、はい、ところが詰んでるんですねこれね、はい、はい、これでね、こう取ると頭銀だし逃げて、まあ、まあ飛車取ってもね、飛車取っても勝ち、はい、ですけど、そうか、銀打っては詰んでるんですね、はい、こう狭めてね、はい、で飛車がなるのか、ではい、はい、それは綺麗ですね、はい、はい、ということで、そうですね、これの94点目の8六桂を持ちまして、伊藤七段の投了となりまして、そうですね、はいはいはい、藤井棋王から見て、一次将棋1勝となりました、はい、まあ、初戦を勝ったみたいな感じですね、そうですね、はい、まあ、1勝しましたって感じですね、はい、はい、まあ、あの非常にらしい将棋で、はいはい、ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤愛香です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。詳しくはここをクリック。